モニター開発って50代以上、モニター専門家モニケンです。明けましておめでとうございます。今年もモニケンをよろしくお願いいたします。ということで、2023年一発目のアマゾンセールが開催しております。期間は1月7日の土曜日23時59分まで。新年最初の散財はもうここでしょう。お年玉でゲーミングモニターを買うしかない。この動画ではモニケン一押しのセールでお安くなっているゲーミングモニターをご紹介いたします。それでは行くぞ。まず1台目はピクシオ PX248 プライム。コスパに定評のあるピクシオの 144Hz のゲーミングモニター。最近流行りの 165Hz に比べると若干リフレッシュレートが劣るんですが、 144Hz でも 60Hz や 75Hz と比べればめちゃめちゃヌルヌルの映像でFPS ゲームも快適に遊びます。応答速度も 1ms で残像感も非常に少ないです。僕も実際に使ったことがありますが、しっかりヌルヌルで敵の視認性もバッチリでした。 MPRD という名前の黒挿入機能や暗いところを明るくする機能も搭載しており、画質に対する性能は十分。 PlayStation 5での 120Hz 出力にも対応しています。お値段は 17% オフで 26,80円。非常にコスパが高い製品ですね。ただしスタンド性能が前後の角度調整しかないので、モニターの位置調整がしにくいっていうのは難点ですね。ちなみにこの問題はモニターアームを使うことで解消できます。コスパの高い 144Hz のゲーミングモニターを探していたっていう方は選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。また FPS ゲームしかやらないっていう方は IO データのギガクリッター EXLDGC242HTB、こちらは価格が 19,800円と先ほどのピクシオのモデルよりも1000円安くて FPS ゲームにおける残像感のなさっていう面では上です。さっきの PX248 プライムは IPS パネルだったんですが、こちらは応答速度に優れた DN パネルっていうパネルを使っているので敵の視認性がより高いんですよね。ただ一方で色味はイマイチで白っぽく見えちゃうので、FPS ゲーム以外の用途っていう面では微妙です。FPS ゲーム用として割り切るなら、こっちの EXLDGC242HTB。作業用や動画用、グラフィック重視のゲームを遊ぶ、マルチな用途で使いたいなら、EX248 プライムって感じで選ぶといいでしょう。さらに近いスペックで、高画質かつ高スペックなものを求めてるっていう人は、BenQ モビウス EX2510S。165Hz と先ほどの2台よりもパワーアップしたリフレッシュレートに加え、スピーカーの音質がそこそこ良くなったり、メニューで調整できる機能が豊富だったり、スタンド性能が優秀だったりと、全体的に使いやすいようにパワーアップしています。また、HDRI という BenQ 独自の HDR 機能により、HDR コンテンツを美しく出力できます。フル HD165Hz あたりのスペックだと、とりあえずこいつを買っておけば満足度は非常に高いでしょう。マルチに使える万能モニターです。ただし価格が若干高めで、セールで 14% オフになって 33,800円。先ほどの2台よりも1万円以上高いので、予算に余裕がある人はモニケンのこのモニターの個別レビュー動画を見た上で検討してみてはいかがでしょうか。お次はワンランク上のスペックである240Hz のハイエンドモデルをご紹介いたします。デル F2522HG。 こいつね、 240Hz なのに 29,980円で買えるっていうぶっ飛んだ価格設定。3万円以下で 240Hz が買えるなんて、いい時代になったもんですね。しかも謎の中華メーカーとかじゃなくて、有名モニターメーカーデルのゲーミングモニターです。ちなみに過去最安値グレートですよ。こいつは 240Hz で応答速度 1ms、 スタンド性能も高く、高さ調整や回転までできます。黒挿入機能は搭載されていませんが、 sRGB99% の公式機にドット抜け保証までついてくる。これ1万円くらい価格設定間違えてないっていうくらいのコスパ。というかこいつね、定価4万円超えくらいだったはずなんですが、定価ごと下がってますね。こいつ自体が1年半くらい前に出たゲーミングモニターなので、もしかするとね、在庫限りの可能性もあるかもしれないので、欲しい方はお早めにどうぞ。間違いなく今回のセールで一番のコスパですよ。
そしてこちらは高解像度と高リフレッシュレート、どちらも捨てたくないっていう人におすすめの愛用データ比較リッター EXLDGC9321HDD WQHD の 165Hz のハイスペックゲーミングモニター。モニターサイズが 31.5 インチと少し大きめなので、 FPS ゲームだと画面が大きすぎてちょっとプレイしにくさも感じるんですが、カジュアルに遊ぶ分には 165Hz でヌルヌルなので快適です。何より WQHD 解像度かつ色味の綺麗な ADS パネルを採用しているので、31.5 インチのモニターサイズと合わせてゲームや映像の迫力や没入感が非常に高いです。しかもリモコンもついていて USB Type-C の入力にも対応しています。サブモニターなしでも画面サイズが大きくて解像度が高いので、作業領域が広く1台で不自由なく作業できるでしょう。お値段は 15% オフで 46,580 円、決して安くはないんですけど、WQHD で 165Hz、 しかも 31.5 インチの大画面にリモコンまでついてくるとなれば妥当な価格設定でしょう。そして最後に紹介するのはショッピングオールのデュアルモニターアーム。去年モニケンでもレビューしたモニターアームで、日本ではねあまりメジャーではないんですが、カナダではめちゃめちゃ売れてるらしい。で、デュアルモニターアームってシングルのモニターアームと違って、アーム2つに対してデスクに固定する部分が一箇所なので稼働範囲の自由度っていう面では下がるんですが、デスクがコンパクトかつスタイリッシュに見えるっていうメリットがあります。ただしモニターサイズは32インチ以下かつ1枚につき 8kg までなので、モデルによっては取り付けられない場合があります。購入前に必ず自分が使いたいモニターのサイズと重さを調べてから買うようにしましょう。8kg はね、32インチのモニターだと物によっては超えてるものもありますから要注意です。アーム自体のデザインもかっこよく稼働もスムーズだったので、32インチ以下 8kg 以下の条件に合致するモニターを2枚持っているっていう人なら、コスパは非常に高いモニターアームです。ただちょっと組み立てが面倒だった記憶があるので、取り付けは時間のある日にやるのがおすすめですね。 15% オフで11,880 円から購入できます。アームを2本買うことを考えたら素晴らしいコスパですね。カラーリングはホワイトとブラックの2色、個人的にはホワイトの方がかっこよくて好みです。あと Amazon の福袋にね、ゲーミング福袋もいくつかあるんですけど、ぶっちゃけねあんまり安くはないですね。ナンパー引きって書いてるんですけど、これセール前の価格からの割引率っぽくて、中に入ってる製品も個別にねセール価格にはなっているので、個別に買った時との価格差はそんなにないです。全部が全部調べたわけではないんですが、ロジクールに関しては個別に買った方が安いものまである始末。福袋とは一体何なのかを考えさせられますね。もし Amazon でねゲーミングじゃなくても福袋を買おうと思っているなら、個別に買った時との合計価格と福袋で買った場合の価格の差額をねしっかり計算した方がいいです。福袋だーって適当に買うと別に安くなってないどころか実は損しているかもしれません。あと Amazon セールの定番ポイントアップキャンペーンもやっていて、期間中に1万円以上買い物をすると最大で1万ポイント還元されるキャンペーンをやっています。ポイントアップの条件はプライム会員で 2%、 Amazon ショッピングアプリ経由で 0.5%、 Amazon マスターズカードの買い物で最大 3%、 でさらに家電商品の購入で 4.5%。 残念ながらねゲーミングモニターは入っていないんですが、新生活に使える調理家電とかね照明とかも対象になっているので、この機会に購入するのもありよりのありベッドし、このポイントアップキャンペーンはキャンペーンにエントリーしないと対象にならないので、必ずキャンペーンにエントリーしておきましょう。概要欄にこちらのキャンペーンページへのリンクを貼っておきます。というわけで Amazon 初売りセールのおすすめゲーミングモニターを紹介させていただきました。正月の初売りで買うのはねゲーミングモニターで決まりですよね。お年玉ぶっぱするならここですよ。今回紹介したモニターの製品リンクは概要欄とコメント欄に貼っておいたので、気になる製品はそちらからチェックしてみてください。またセールのお買い得商品についてはおすすめをツイッターでも紹介する予定なので、概要欄からツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いいたします。
そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!